はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。勝手なイメージっていうかあれなんだけど、 YouTube でさ、コラボ会を、ね、頻繁にやってるとなんか大変そうっていうか、それしかやれないのっていうふうに勝手に思っちゃう。で、同時、その相手、コラボ相手がね、いらっしゃるので、いるので、大体同時期に開けなきゃいけないっていうね、まあ、ルールがあったりとかするんだけど、ルールっていうか、まあ、そういう契約というか、何日ぐらいに、じゃあ開けましょうねっていうふうに、暗黙のルールじゃないにしても、多分あると思うんですよ。案件だったりとかもあると思うんだけど。で、大変よねって。で、お子さんがいる場合は、お子さんがいる場合で、なんだろう。その子を顔、まあ普段から顔出しをしている場合は、OK をね、出してる。ちょっと待ってね。はい。顔出しをしている場合は、ね、顔出ししていいですよと。そのコラボ相手の家族とかいたらね。で、まあ、なんだろう、顔出し、親でも顔出しをしてない人いるから、その人は、まあなんか、顔は映さないよ。胸のあたりだけとかね、あったりするけど。うん。で、それもやらなきゃいけない。編集も大変だっていうことで。なんか、編集の仕事ってさ、それぞれ違ってたりするじゃん。コラボは。ね。お二方、三人方。三人方じゃない。お三方っていうか。ね。で、それでさ、やっぱ、まるまるさんだからしょうがないよねっていう部分はあったりするけど、あまりにも、その、コラボ会、コラボ先の相手の方を、ないがしろな編集の仕方をすると、そのコラボ相手のファンの方、リスナーの方が、どういうことって、いうのが合うんじゃないかな、と思うんで、ね。まあ、もちろんそのコラボ相手の人に、こういう風な感じで編集しましたっていうことで、それをね、見てると思うんだよね。見てるっていうか、まあ、大体、ああ、こういう感じで。で、ああ、まるまるさんらしいね、みたいな感じでなると思うんだけど、ニコラボ相手の方が、それで OK って出してくれたら、まあね、A さんがいいなら、それではそれでいいんだろうけど、私はちょっと許せません、みたいな感じでね。なりそうな感じもするし。うん、まあ、頻繁にやりすぎちゃって、オリジナルのっていうか、その人本人だけの動画っていうのが少なくなってるからさ、やる気あるっていう風になっちゃうね。頻繁にやりすぎちゃってね、個人のやる気ないのって。カバー曲だけしか歌ってないイメージもある。まあ、歌手の方いたよね、前にね。そのイメージがつきすぎやって、オリジナルの曲でさえも、カバー曲っていう風に言われるぐらいの人がいたりとかしてさ。まあ、かわいそうだなとは思っちゃったりするけど。でも、カバーだけしか歌ってない記憶もあるよなって。まあ、そういう言われ方をね、カバー曲の女王みたいな感じで言われてたから、うん。それはそれでちょっと悲しい部分があったりするけど。うん。皆さんどう思います？頻繁にやりすぎるのもちょっとなと思うけど。その次に1回2回ぐらいだったら、ああ、なんかやってるなっていう感じだけど、週に1回でも、ね、月4回って、どういうことってなっちゃうからさ。まあまあ、コラボしたいから、人がいるから、じゃあやりましょうかっていう話になるんだろうけど。うん。
皆さんどう思います？以上です。